大神皇帝駆読碑は、大韓民国のソウル特別市松博三田渡市に、建立された石碑であり、建立地の名を取った、三田渡る人も呼ばれる。韓国では皇術の経緯から、地獄碑とも呼ばれる。大韓民国指定史跡第101号である。地下鉄の最寄り駅は、山室駅である。石踏みの満州後以外の名称は以下である。同伴レリーフ。 大清皇帝駆逐非利氏朝鮮は14世紀末の建国以来民の朝皇国であったが17世紀に入ると満州で女神族が建てた後金が没効した従来李氏朝鮮は北方の女神族を力で抑えてきたが外敵の侵入と内紛によって国力が衰退して両者の力関係が逆転した1627年に アトキンが朝鮮へ進行するが、戦線が荒着したので、両者が兄弟関係を結ぶことで講和した。しかし、朝鮮では、古来から同国にも長貢に来ていた、女神族は北敵と、別住む考えが、強く、とりわけ保守的な儒者は、アトキンとの決戦を唱え続けるなど、火種はくすぶっていた。アトキンは1636年、本大寺が皇帝を称し、 国号を清と変更すると、朝鮮に対して兆候及び名への派兵を求めた。官僚派閥である北人の大北派の主張に沿って、中立政策を取った前王の公会君と違い、開始層を重んじた成人に、指示されて即位した王、人祖にとって、長く朝貢を受ける相手であった、女神族の要求は、到底飲めるものではなかった。 人祖が朝貢を拒絶し、清皇帝を認めないと公表すると、激怒した本大寺は直ちに、朝鮮への申請を行った。真の圧倒的な兵力の前に、各地で敗北を重ねた朝鮮軍は開戦後40日、あまりで降伏し、和議が持たれた。講話内容は11項目に及び、清への朝貢と清からの作法、民との断交、朝鮮王子を人質に差し出す。 膨大な賠償金など屈辱的なものであった。そればかりか人祖は、三田渡しで、本大寺に対し三期九皇等の礼をもって、清皇帝を公認する誓いをさせられる地辱を味わった。本大寺は、自身の、徳と人祖の、過ち、そして、両者の名役を示す碑文を、満州語、モンゴル語、漢語で石碑に刻ませ、1639年に、 幸福の地である、三田渡るに混流させた。これが、大神皇帝苦毒碑である。この碑文は、亀の背の台座の上に、石文耳があり上部は、首である。高さ5.7メートル、幅1.4メートル、奥行き3.95メートルで、大理石で作られている。原存のうち一碑は、亀氏だけである。全左側に、モンゴル文、右側に、満州文。 そして、理面に漢文が刻まれている。三つの言語による碑文の内容は、完全に、同一意味のものではなく、漢文には、朝鮮王神が文を宣じて刻んだことが記されてあり、満州文では、詳細な経緯も記述されている。大神ス徳元年冬十有二月、広志音一星皇帝、一回は自四角禅度、も、ブリンの、自画、当時東。

来るちんぜんなんじ、いなとのわり。若え場ば初代進む、小公名賞続おみち、おぜわがかくん、門部初心、いいいわく、よたく、かずよしう大宝、十年うここたしか、ゆよ、わく、じそくてんうち、一万制御肉、罪罪をひとり。皇帝なお忍ばずと陸の、悟るのじょこれ、よ、かつかんふきんしょう、以上全が奏者、かほわが精霊か 大臣協賛の、水十数十期、猛出軍前受け罪、皇帝の優の異例、譜の異音、一見、自粋心腹、スズライの音、変及び重心。霊まかり無下、即、官和がかくぬ都の城、立命士兵の南下者、ブリ旅しかもにし、部民官能、遠近の、騎士鳥三者、また決意、日広行か。商法の越見上国久た氏か。 きびの役、とげんすい、きょう女兵名庁、兵配ひとりこ、体祖部皇帝、ただとめひろりつと数人、あまりしつっぱなし会、音楽大炎。しかも昇法名淵、悟る、帝望、今皇帝命進む統制、本国君臣、ひいり海島、天守受け制。皇帝上の、下目兄弟国、強しどまた勘。公立また、勘たしか。自己子、伊王。 礼具不可、感慨後後不幸浮き先導、厚生乱橋後、昇法猿、直変身、こと渡る不尊、しかもその分ため、指針所得。皇帝なお広し氏の、不足、貨幣、の先公民胸、悟る意識丁寧、反復不派ね、若日下げ耳面命。しかも修未免縁、乗り商法勲臣の罪、ますます無所等たしか。 皇帝、黄大平家、恋難関、しかもまた、命弁士、先関江戸旧品王子き教師や小、友比笛皇帝会所進む太得、夏未害、霊従関及び内視関後。岸士かも大敗音展、昇法君心及びその日へ剣属また、清急、創設編ため陽春、枯れひでり天ためしぐれ、空気防止かもまた、あり、創車い絶しかも感触。 関東十数地差と、皆優雄生成の差は、この実る古石観策、ところ気候なり。ああ、盛んなり。関水上流見た私の南、即皇帝中筆のところなり、段、上在園。我が家君ここ、命水部、おさむ断所しかも広大の、また伐石碑の、死で所永久も、明、夫皇帝の伊佐の伊佐尾時期とも増加、しかも同流なり。 何徳我が商法制政治へよりそもそもまた、大浅の二世部吉美無縁不服者、密氏不休子こなり。古典天地の大、絵術月の明、不足も、彷彿その一万一。金彩祖の大略名曰く。甘猫僧路、はじめうはじめ行く、おもんみみかどのりゆき、まみ、ぬのたけのり。皇帝統制、十万その死、委員号号、女虎継ぎ 聖番9発、気よっとたおち、シュールまたまえく、血霊かくかく。皇帝、皇妃とし、単行音こと、従業紹介、源かつ音。締め淵、G、三角有明命、ジョヌの悟る。我が皇子服、愛、律時期、日おもんみ脱衣、おもんみ徳のおい。皇帝、義行、沢広司令、U、はじめ食はじめ笑い、ここたばかほこ。 何もすずの春馬軽けごろも、都人子女、の歌の歌。我が高こと仙、皇帝の賜物。皇帝藩士、勝川赤護。愛我が党席、勘が食事、金王位級、緑団一心。古骨祭肉、勘、また春、夕一子偽善。大江の党、一万はじめ三勘、皇帝の旧。かよし大武礼宋三藩剣道。 友吉金富士んふしかしるし、ささぐ天ん。し大部半寸ぶは員すんふばんいささぐ書ょ。し大部だいぶ書金う文ん大ょ。下げ学芸文館大日下げ学,下げ学知政金漢字ん理経、じ、ささぐせん。すとく12月発8日立大だいしん元年冬十二12月、広ろしおんひとしは我が国が和しを破棄した。 ために大いに怒り、イブで望んですぐに征伐に乗り出して東方へ向かうと、誰もあえて抵抗するものがなかった。その時、我々の不足な国王は、南海山城へ避難していながら、春の氷を踏んで、明るい日陰を待つように恐れてから50日もなった。東南諸島の兵士らが、相次いで崩壊し、西北の兵士らは、山奥で立たち往生したまま、一歩も出てこず、 城内には食料がそこをつこうとした。この時を迎え太平が城に着くと送風が秋の落ち葉を吹きつけるように火鉢の火が狩りの毛を燃やすようだった。しかし皇帝は殺さないことでイブを立て得を伸ばすことを先にした。ここに直油を下しておっしゃるに、陳のところに来たりなばお前を保全してくれるだろうがそうでなければ殺す。と警告なさった。それから イングルダイとマフタのような大将たちが皇帝の命を受け相次いで道に続いた。これに国王は文部初心を集めておいて曰く私が大国に友好を見せたのがもう十0年もなった。私が愚かで迷い天使の討伐を自ら招いて万民が魚肉になったのだからその罪は私の一心にある。皇帝がどうしてもトリックできず このように言い聞かせるのに、私がどうしてあえてこれを報じて、上は、創病と社食を保全し、下は精霊を保護してくれないかと言った。大臣たちが賛成し、やがて騎兵数十人を連れて軍門へ進み積み起こった。皇帝がこれに礼を尽くして優遇し、温卓として慰めた。一度見て、心通じて、物品を可視する恩典がついていった進化にまで、行き届いた。 礼が終わるとすぐに、我々の不足な国王を都の城に戻らせ、すぐに南に下った兵士たちを召喚し、軍隊を整頓して西へ帰国なさった。民をなで下ろして、農業を奨励すると、鳥のように散らばっていた遠くて近いところの民がみんな、住んでいたところに戻った。なんと大きな幸いではなかろうか。小国が上国に罪を得てから久しい。キビの戦役に、 と元帥、元水、京高律が明朝を救援に行ったが破れて、捕らえられた。しかし、大祖武皇帝は、京高律ら数人だけを抑留し、残りはすべて返したので、それよりも、大きな恩卓はなかった。それなのに我が国は迷って悟ることを知らなかった。帝望年、元皇帝が、昇水に命じ、東方を制抜させたのに、我が国の君臣らがみんな、 海島へ入って逃避しながら、指針を送って和信を求めた。皇帝がそれを隠居して、兄弟の国になり、強指度が再び完全にできた。強効率も戻ってきた。それから礼遇することが変わりなく、指針が互いに往来した。不幸にも軽薄な議論に先導されて、乱の種ができ、小国が、辺境の進化たちに強く警戒する話が非常に不尊だったが、 その文章を、上国の指針が獲得して持って帰った。それでも皇帝は、寛大に接して、すぐに軍隊を送らず、まず明るい生死を下して、軍隊を起こすことを期しながら、改めて悟ることを耳をつまんで顔を合わせるように、おっしゃった。それでもついには採火を免れることができなかったので、小国の君神が犯した罪が避けられなく重くなった。 皇帝がすでに大軍として南海山城を包囲し、また一方の軍隊に命じて、江戸を先に陥落させると、避貧と王子を呼び、士族の家族らがすべて囚われた。皇帝は諸将を取り締まって、騒ぎ立てたり、被害を与えないようにし、故障していた管理と官官たちをして、面倒を見させた。やがて大きな温典に恵まれ、 小国の君臣と捕まった眷族たちが以前と同様に戻ってきた。雪と霜が降っていた冬が変わり暖かい春になり、万物がしおれていた日照りが変わり季節ごとに雨が降るようになった。全員国土が滅びてから再び保存され、創病と殺食は途絶えてから再び続くことになった。東国の領土数千里がすべて再び蘇らせる温宅を受けることになったので、 これは昔の書札でも稀に見られるところだ。ああ、盛大だなあ。冠水上流の三田渡るの南側はつまり皇帝が到着した場所で壇上がある。我々の不足な国王が水部に命じ、壇を大きく増築して高め、また石を削って石踏みを立て永遠に残すことで皇帝の九毒が本当に天地の万物と共に流れを表した。 どうして、我が小国だけが代々に永遠に信じて生きて、行くだけだろうかまた、大国の慈しみ深い名声と威厳に満ちた行いを、持って、いくら遠くにいても皆服従しない者がいないことが、ここから始まるだろう。振り返ってみると、天地の大きさを模して、太陽と月の明るさを描こうとしてみても、それの万分の一にも比べられない。慎んでその大略のみを記す。 天は、霜と炉を振らして、殺したりもして、生かしたりもする。ただ皇帝だけがそれを見習って、威厳と音託を並べて広げた。皇帝が東方へ征伐すると、その軍勢が十万であり、鳴き声が、虎や、氷のようだった。西の辺境の不毛地と北の部落の人々も槍を、持って走り出すと、その威勢が身に輝いた。皇帝が、 極めて慈しみ深いお言葉を賜ると、従業の明るい回答が厳粛しながらも暖かかった。当初、愚かなので気づかなかったゆえに最下を自ら招いたが、皇帝の明るい命令があってからはまるで眠りから冷めたようだった。我々の国王がうやうやしく服従し、互いに率いて基準した。威厳を恐れただけでなく、特に帰えしたのだ。 皇帝が立派に思って、音卓を十万に礼遇してくれださり、表情を直して笑いながら、矛と盾を収めなさった。何をくださったのか春馬と軽い肌着だ。都の城の男女が歌を歌って褒めたたえ、我々の国王が戻ってくるようになったのは、皇帝が音卓を施してくださったおかげだ。皇帝が軍隊を返したので我が国の臣民が生存することができた。 バラバラに散らばった森民を憐れみ、農業を干渉なさった。国家が以前と同様に保全され、青い段もすべて新しく改められた。痩せこけた骨に、再び肉がつき、凍りついた根が春を取り戻した。そびえ立つ石碑を大きな川辺に建てたから、山間で万歳にわたって、皇帝の徳が輝くだろう。かよしだいぶ、霊宗三半剣道。 友吉金富士んふ療しかしるし、命を放じて、石碑を掘る。試験大部、半フ不万人、新クレシュン、命を放じて、書す試験大部、理想版書、金広文館大日下げ学、芸文館大日下げ学、知性金漢字、心理系、命を放じて、本文を占術する。ストック4年12月8日、建てる。石文の落書き。 表則浦川はその後、日清戦争で、日本が勝利し、1895年の下関条約で、真の作法体制より、李氏朝鮮が離脱したのを機に、屈辱飛とされていた。同飛は、芸音門と同時期に倒され、そのまま放置された。しかし日韓併合後の1916年には、引き上げられ、1935年に、 宝物第164号に指定された。降伏後の1956年、韓国内の宝物らを国宝に昇格させる過程で、国宝の指定が除外され、恥さらしだとの理由で、立正番の指示により再び石踏みを抜いて地下に埋めてしまった。1960年、観光の洪水により土砂が流出され、埋めた石碑が地上に露出すると、 1963年に史跡第101号に指定されて復元した。1980年7月、ソウル特別市松博石村堂289から3に移され、名称を従来の大新皇帝駆読日から見た渡る日に解消しており、1983年には史跡公園を造成して一般に公開した。 朝鮮の屈辱の象徴として移転の願いなどがされた。2007年2月3日午後9時40分頃に赤い字で370と落書きされ、同27日に犯人ペクボーが逮捕された。ペクは1月にも交互農民戦争の原因となった古岡軍首の超平行の石踏みも破壊していた。政治家が謝れば、 地辱の歴史を繰り返すと警告しようとした、異性者たちが見て、学ぶように、聖画台に移転しなければならない、と主張した。ペクボーには、懲役1年6ヶ月、執行猶予2年が言い渡された。6月15日に、石踏みの修復が完成した。2008年、この石碑は、 原市の交渉を行い、ロッテワールドのビルの裏手、松白山出道47番地の石村湖、水彩湖の北東側にある緑地帯へ移されることが文化財庁により決定された。石碑の横に建てられていた人祖が降伏する光景の銅版は、1983年に史跡公園を造成した当時作られたもので、文化財的な価値はないとの理由により、 文化財委員会の判断に基づき撤去されることとなった。蔡貴公は1895年に日本が日清戦争に勝つと、李氏朝鮮は新国の属国としての漆国を逃れて独立国となることができた。国語が新国と対等な国として大韓帝国に改められ、第26代の構想王が中華圏における 中国皇帝の進化を意味する国王の称号を廃して初めて皇帝を称した。大臣皇帝駆逐碑は1895年にあまりにも地辱であるとして川の中に投げ込まれた。もっともこの石踏みは日韓併合後に川底から掘り出されて死碑として同じ場所に混流された。1897年にはソウルの西大門の近くにあった。 芸音門が破壊されて、その場所に独立を記念する、西洋式の独立門が建立された。芸音門は、李朝を通じて、アキラ、あるいは、真の皇帝の直司がソウルを訪れた時に、朝鮮国王が、そこまで迎え出て、直司に対して9回高騰する礼を行う場所だった。今日、独立門は、韓国の史跡32号に指定されている。しかし、 今日の韓国民のうち、一体何人が、そこに、反民族にとって、計り知れない災禍をもたらした象徴である、芸音門が立っていたことを、知っているだろうか。日本にはその歴史を通じて、大進皇帝国秘も、芸音門もなかった。私たちから見ると、なんと羨ましいことだろうか。かつて、李氏朝鮮は中国への卑屈な服従関係と、 不正腐敗を覆い隠す名文として、忍ぶか思想という言葉を用いた。誇りを失ったりし、朝鮮の末路は、亡国しかなかったと評した。宇山卓拓恵は、朝鮮半島は一時期を除き、約2000年間、中国の属国でした。朝鮮は、属国として、中国に、多額の金銭、物品を貢がなければなりませんでした。しかし、朝鮮は、 土地の痩せた貧弱な国であったので、十分な貢ぎ物を用意することができず、代わりに美女たちを送りました。彼女たちは貢ぎ女と呼ばれ、多くが聖奴隷にされました。第十六代朝鮮王の人祖は、中国の清王朝皇帝に土下座してひれ伏しました。人祖は、中国皇帝を称え、自らを卑下する内容の文を石碑に刻まされました。 この地熟碑と呼ばれる石碑が今もソウルの港南地区に残されています。中国に踏みつけられた朝鮮の悲惨な歴史は消えることはありません。中国への霊俗は朝鮮人の心を蝕み、我々日本人には考えられないような精神の卑屈を招きました。朝鮮の支配者層は中国にこびへつらい、中国のために国を売るようなことを平気で、 行っていました。彼らは中国と癒着することで様々な利権を保障されたのです。一方、支配者層は民衆を奴隷化して国使し、中国へ貢ぐための物品を徴収しました。民衆の生活レベルは極端に貧しく悲惨でした。民衆を搾取することが朝鮮の政治の中心課題になっていました。支配者層にも民衆にも公益や 公共の意識はありませんでした。支配者層が真面目に政治を行ったとしても、また民衆が真面目に働いたとしても、結局中国が奪っていくので無意味でしたと評している。ありがとうございます。